皆さんこんにちは、アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。なんだか気がつけば、サムスイングが明けてしまって、サムスイングが、やってまいりました。もう本当に気持ちとしてはね、こうとほほーっていう気持ちがすごく大きいんですけれど、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、平たく言うと、新年が明けました。2017年がやってまいりました。皆様新年明けましておめでとうございます。2017年もアフタービートギターチャンネル並びに滝沢勝成を1年間、よろしくお願いいたしますという恒例のご挨拶動画でございます。新年のご挨拶動画でございます。どうもこんにちは、滝沢でございます。気がつけばね、チャンネル登録者さんも昨日で13万人になったのかな、13万人。で、再生回数の方もそろそろで、まあ、4000万回ということで、まあそこそこのチャンネルの大きさになってきてるんですが、まあこれもね、それぞれ人それぞれなんて言うんでしょう、まあ一重にいつも応援いただいている皆様のおかげさまでございます。これからも頑張りますので、ぜひよろしくお願いしますということです。で、まあいつもいつも毎年毎年恒例の新年のご挨拶動画なんですけれども、ギターに役立つような話は一切出てきませんので、まあ、本当に興味がある方だけ、のほほんと、ご覧いただければなという感じでございます。のほほんと、楽しむ動画です。そして今回もね、毎年恒例の書き初めをしました。バババーン。今年の書き初めはどんなのかな、これ見えるのかな。なんか本当はもっと早い時間に撮影しようと思ったんですけども、なんかこうのんびりしてたらなんか意外と時間が過ぎてしまって、こんな時間という感じでございます。バババンバンバンバランバンバン。今年の書き初めはこんな感じ。メリーとハーリー、メリーとハーリー、これだけだと全然意味が分かりませんが、メリーとハリーを大事にしていこうかなと今年はすごく思います。ツイッターとかでそのチェックしていただいている方は何となくご存知かもしれないんですけども、ちょっと僕にとっての2016年ですげえ超絶、もうこれでもかってくらい慌ただしい1年だったんですよ。本当にもう毎日毎日なんかこう作業に追われて、なんかこうあれやなきゃこれやなきゃっつって、なんか本当もう1日たりともっつったらちょっと大げさですけども、でまあ365日思い返してみて、本当心からゆっくりした日って何日間あっただろうっていうぐらい、なんか全てにこの翻弄されてたような感じです。まあいわゆる僕はその個人事業主なので、まあこういう活動とかもそのいわゆるそのセルフプロデュースなわけですよ。その自分で仕事を作って、自分で仕事を取ってきて、でまあ自分でその計画を立てて、で自分で実行して、で自分で結果を出してっていう感じで、でそのなんて言うんでしょう、やろうと思っちゃうとその仕事っていうのはいくらでも出てくるわけで、作ろうと思えばいくらでも作れてしまうし、その休む期間をどのぐらいに設定するのかって、まあ基本的に自分次第っていう感じなんですよ。でまあなんて言うんでしょう、まあ、歌いストというユニットが始まったことに、そのね、またこの新規事業ってわけじゃないですけども、新しい作業もこうわーっと増えていく中で、まあ、とりあえずまあその自分の時間を削って削って、まあ、その作業にひたすらこなって続ける2016年後半とかだったんですけれども、なんか本当に途中からパンクしたってわけじゃないですけども、本当にもう気持ちが持たなくなってきてしまうことがすごく多くて、なんかこう何のためにこれやってるんだろうかとか、なんかこうね、これがなんかやった上で何が起こるんだろうかみたいなことに対して、なんかすごい不安ってわけじゃないですけども、なんか本当にこのままでいいのかなっていう気持ちがなんかすげえ強くなってきてしまって、なんかあんまりこう楽しめなかったところがたくさんあるんですよね。それなんでかっていうと、もう日々が張りしかない感じですかね。張りしかない毎日だったと思うんです。なんかこの休む時とか落ち着く時間、例えばその自分のなんか趣味に打ち込む時間とか、まあ、音楽に関係ない時間とか、本当に単純にプライベートな時間とか、まあ、そういったものをですね、なんか自分に用意してあげられなかったなってすごく思うんですよ。なんでまあ今年はね、2016年よりももっとこうね、たくさん活躍していこうとは思うんですが、もうちょっとこの効率の良いやり方とかを工夫して見つけて作って、なんかこう適度に休みつつ頑張るっていうことを、すごく目指したいなと思った次第なんです。なんとなく伝わりましたでしょうか。まあまあね、あの日の時はまあメリハリをつけた毎日って感じなんですけども、今日はメリーの日だろうかハリーの日だろうかと、明日はハリーにするかメリーにするか、来週はメリーにするかハリーにするか、そんなことですね、ちょっとこう自分に問いながら1年間を過ごしていきたいなと思います。そんで適度に休みつつ、適度に働きつつ、で適度にムーブしつつ、いろんな素敵なサムシングを皆さんにお届けできればなと、思っております。
ちょっとまあ自分の性格上ね、結構無理してしまうところも多々あるので、2016年それをひたすら痛感しました。ちょっと無茶しすぎだなと。なのでまあその学んだところを生かして、今年は休みつつ、のんびりのほほんと楽しみつつ、そうですね、楽しみつつって感じですね。後半の方ちょっと楽しんないところありましたからね、やんなきゃいけないという気持ちがすごく大きくて、まあそんな感じで、メリーとハリーというテーマで今年は邁進していきたく存じますので、こっちもいいかな。よかったら皆さんも、なんか書き詰めしてみたりとかすると面白いんじゃないですかねっていう話でございますよ。書き詰めしてみようぜ。それでは2017年、1月1日、はあ、なんかのんびりしたんだかバタバタしたんだかわかんない感じで終わりになりますけれども、今年1年頑張りましょう。お互いに頑張りましょう。僕も頑張ります。皆さんもぜひ頑張ってくださいませ。それではまた来週からドラムの動画が更新になるかと思うんですけれども、しばらく、ドラムレッスン動画でお楽しみくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。ははははは。歌いすもよろしくね。じゃあね。ははははははは。